皆さんこんばんは、MK です。リングフィットアドベンチャーパート24やっていきましょう。前回に引き続きワールド8進めていきたいと思います。まずは下のミニゲームからですね。ゲームジムへようこそ MK 様。ここではボックスブレイクを遊んでいただきます。クリア目指して頑張ってください。ボックスブレイク初級、これはやったことありますよね。空気砲を打ちまくり、木箱を連続破壊しよう。頑張っていきましょう。ただ前回結構難しかった記憶があるんだよな。なんか爆弾を狙っていくんですよね。はい、まずはリングコーンをまっすぐ前に向ける。リングコーンを押し込んで木箱を壊しましょう。まあまあ、これはいいんですけど、爆弾を壊すとそう、周りのね、木箱が全部破壊されるので、結局爆弾系なんですよ。はい、で、下に向けると方向ずれをリセットできます。わかりました。時間内にたくさん木箱を壊そう。風船入りの箱は周りの木箱も壊せる。あ、風船なんだ。爆弾だと思ってました。はい、爆弾狙っていきましょう。まあ、風船と聞いてからも爆弾と言い続ける MK さんなんですが、OK、あー待って、これなるほど、全部壊さないと次が落ちてこないんだな。はい、黄色も壊して、OK、いけるぞ、いけるぞ。で、はい、この辺も全部壊していく。連打だな、これ結局。OK、あー、で、ラスト1つ、OK。はい、で、黄色の爆弾は壊すと全部壊れるみたいですね。はい、ここ。で、はい、ここ、はい、爆弾も全部壊していく。黄色があるときは黄色だけ狙っていきますよ。はい、で、この辺の爆弾を全部壊して、待って、時間がない。腕がきつい。待って、腕がきつい。はい、こう来て、連打すると腕きついな。はい、こう来て、はい、黄色。はい、で、こう、また黄色。オッケー。あ、黄色多いぞ。黄色、あー、うそ。いけたか、今のどうですか？2500点ベストスコア更新ですが、A ランクか。でもいけたな、今。ある程度いっちゃうともう黄色爆弾しか落ちてこないんで、後半が、重要みたいですね。はい、凄腕の木箱ブレイカーをゲットしました。凄腕の木箱ブレイカーってなんか、ちょっと暴力的ですけどね。はい、おめでとうございます。すごいボーナスはこちらです。クレソンのレシピ、なんだ？クレソンスムージーと上クレソンスムージーが手に入ったんですけど、これちょっとじゃあ作ってみますか。あー、違う。スムージーを作る、これですね。で、これですね、クレソンスムージー、おっと、回復だ。なるほど。上クレソンスムージーとクレソンスムージーがあるみたいですが、上クレソン1個作れるな。じゃあこれ作っちゃいましょう。で、他にも作れそうなのがこれか、かぼちゃスープ。バトルでのお金2倍。これはちょっと微妙かな。上ほうれん草スムージーもちょっと大量に作りましょう。あとはこれか、ザクロソーダ。これも重要ですね。よーし、じゃあこの辺作っていきますよ。なんとか作り終えました。うわ、さっきのね、箱壊すやつでも腕がパンパンなんですけど。そしたらスムージー作りはこれくらいにしておいて、フィットスキル、これ習得していきたいと思います。どうしようかな。これは万歳スクワット。攻撃力110で範囲5か。微妙だな。でも、とりあえずこれ買おうか。買わないと次いけないからね。はい、スキルゲットしました。これセットしますよ。マウンテンクライマーが120。マウンテンクライマーの方が強いんだけど、これかなりきついんだよ。だからちょっと、これやったことないし、万歳スクワットをセットさせてください。で、次が攻撃力プラス10。これは買っておきますよ。で、一番端っこ、あれ強そうじゃない？これがリング上げ下げ。おっと、220。足を曲げて床に座り、リングコンを上下に動かす。220、すごいな。で、これが175、バタバタレック。じゃあちょっとリング上げ下げにしましょう。これ220なんでめちゃくちゃ強いですよ。で、今一番強かったのがなんだ？あ、これか、レックレイズか。220と175なんで、もうこれは確実ですね。リング上げ下げにしていきましょう。めちゃくちゃいいんじゃない？これ。まだいけるな。バタバタレックはちょっとこれ劣化なんで、待てよ。この下は、ハート最大値プラス1。これは買っておいて損はないでしょう。で、やばい。あと1つしかスキルのかけらがないんですけど、その下変えちゃう？その下に行くと3か。ステップアップ160。ちなみにあと変えそうなのはもうないですよね。わかりました。じゃあこれで進んでいきましょう。ここでいいのかな？あいつがいればの、誰ですか？おや、お前さんはさっきのお客に、あ、前回の長老ですね。アメフラス様の祠はすぐそこに見えているんですが、祠へたどり着くには特別なルートをたどらねばならんのです。そのルートを知っているのはこの先の巫女殿だけ。しかし巫女殿の元へ行こうにもこの雨ではのう。雨降らず様の祠へ行くにはその巫女さんに会うしかなさそうだね。そういえば巫女殿には男児がおって、ほう、あやつも雨降らず様の祠に自由に出入りしておったのを男の子がいるんだ。じゃあその子に会ってもいいのかな？ちょっとわかんないけど、とりあえずじゃあよろずや寄っていきます。こんにちは、ハニーさん、いつも綺麗ですね。健やかライフのお手伝い、スムージーやウェアのお買い求めはぜひ当店で。ウェアがね、新しいの増えてます？下に、下に行って新しいの増えてないか。今持ってるのが一番強いっぽいですね。じゃあ、いらないか。はい、ありがとうございました。スムージー素材を買う。ここで新しいスムージーは、これはアプリコットスムージー。これはスキル色替えの黄色か。でもスキル色替えはね、赤が結局今んとこ最強なんですよ。でも一応買っときます。持ってないし。じゃあこれも3倍は買いすぎ。じゃあ2杯買っておきましょう。ありがとうございます。きっとあなたのお役に立ちますよ。で、ブルーベリースムージー。これも1個も持ってないので、2個ぐらい買っておきましょう。やばい、お金がない。お金使いすぎたかな？まあいいや。よし、じゃあこれで。はい、またどうぞ。また来ますよ。ハニーさんの笑顔を見にまた来たいと思いますが、じゃあ次のステージ行きますか。おっと、レベル斜線になってましたけど、雨で視界は悪いし、なんか凶暴な生き物が出るし、こんな状態で巫女様のところへ行けって言われてもな。お、あなたも行けって言われたんですか？もしかして君、巫女様のところに行こうとしてる？巫女様のところに行くには、雨の雫を20個集めないといけないんだけどさ、雨の雫、それは何ですか？俺、風邪気味でさ、ごほごほ嘘つけ。誰か代わりに言ってくれないかな。うわ、すっごいこっち見てるよ。じゃあ行きましょう、私が。まあ僕らもミコさんに道を聞かないとドラゴのところへ行けなそうだし、行くしかないよね。なんか道繋がってそうですけどね、その先で。そういう話じゃないんでしょうか。よーし、じゃあ雨の雫20個を集めていきましょう。見てわかるの？それともなんかいつものアイテムに紛れてる感じ？紛れてたらちょっときついぞ。ねえ MK、あの人絶対仮病だよね。だと思いますよ。紫ね。オッケーオッケー。紫20個集めていきましょう。水の中では太ももを高く上げると早く進める。分かってますよ。で、ここで、お、もう4個集まったよ。あと5分の1。頑張って集めていきましょう。はい。太もも高く上げて進んでいきます。きついんだよな、これ。足動かしながら、手も動かしながらで、なかなかこれ、ハードなんですが、はい、アプリコットやカボチャもたくさん入手しました。危ねえ、今見逃すとこだった。はい、で、左側のこれも集めて、またあったぞ。雨の雫と上野も取りたかった。今のはしょうがないですね。取りたい。オッケーオッケーオッケー。はい、これ壊したい。オッケー。いいぞいいぞ。結構間に合うもんですね。はい、で、ここも取って、半分いってる。残り9個。どこにありますか？残り9個なんですけど、はい、これジャンプして、これもジャンプして、アイテムあって、あれ？魔物はいない感じ？まあ、魔物いない方が個人的には助かるんですが、それも欲しい。オッケーオッケーオッケー。はい、で、ジャンプして、これも集めていきましょう。あと何個？あと6個。結構来ましたね。これであと5個。もうそろそろゴールが近いんじゃないでしょうか。はい、ここ。もも上げで早く進みましょう。もも上げキッズ。はい、で、ここは、はい、残り3個。いけるぞ、いけるぞ。魔物1匹もいないな。これはラッキー。はい、ここまた取って、残り2個。はい、もも上げ、もも上げ、もも上げ。あと2個、どこにある？はい、ここを取って、これ取り逃してもでも、多分いけるようになってるから、20個以上あるとは思うんですけど、スクワットね。全然見えなかった、今の。はい、ぐーっとやって、上げて、ぐーっとやって、上げて、ぐーっとやって、上げて、OK。なんとかこれで、アプリコットのレシピ、ゲットしました。アプリコットスムージーとアプリコットソーダですね。もう結構息が上がってきているんですが、はい、頑張っていきましょう。あと1個だぞ。あと1個どっかで手に入ればいいんですけど、はい、ここお腹押し込みキープ。腹筋ガードと一緒ですね。はい、そのまま僕をお腹に押し込み続けて、OK。まだあるっぽくないし、おっと、ゴールが見えてきました。もう終わりかな？はい、ここ EXP メダル3つで61レベルに上がりましたよ。スキルポイントも1増えましたね。これでまた何か習得できるかもしれません。技は覚えないか。そしたら、はい、これで20個、21個、22個、全部で23個かな。はい、で、ゴールですね。魔物いないとめっちゃ早い。よーし、じゃあ、スクワット、なんだっけ？あれか、ビクトリーポーズやっていきましょう。エクササイズポイントに変えていきますよ。はい、ビクトリーポーズ、リングコをまっすぐ前に向けて、もう大丈夫ですよ。それは説明されなくても。はい、キープして、はい、ビクトリー！ OK。疲れた。もう 45.06 キロカロリーも消化していますが、はい、体は調べません。で、今回で2分9秒 19.58 キロカロリー 0.6 キロメートル。で、レベルアップはさっきしたからしないよね。ひ、ふ、み。いや、揃ってるよ。うん、ちゃんと雨の雫も揃ってるね。みこさんのところに持っていこう。みこさんのところに持ってけるんだったら別になくてもいいんじゃない？お、君か。あなたが MK 様ですね。おっと？その髪型見たことあるぞ。なぜ MK の名前を？アメフラシ様からあなた様のことは伺っていました。さすが神、そうですね。この降り止まぬ雨はアメフラス様の涙そのもの。アメフラス様の祠に化け物が居座ってからずっと降り止みません。しかもこの神聖な地にさえ魔物がはびこり、私も外に出ることができません。アメフラス様はおっしゃっていました。あなた様はこの国を救う方だと、おっと分かってますね、アメフラス様。お願いです。アメフラス様の祠への隠し通路をお教えいたします。アメフラス様をあの化け物から助け出していただけないでしょうか。任してくださいよ、私に。もちろん、あ、そういえば、この雨の雫はどうしたら、それは何でしょう？あれ？ちょっと待って、話が違うぞ。この雨の雫がないと、ここに来れないって聞いたんだけど、ちょっと話通じてないですよ。ここは開かれた場所、どなたでもお越しいただけますよ。何だったんだ、さっきの仮病男、どこ行った、おい。仮病男をちょっととっちめたいところですが、いいか、進んじゃおう。どういうことだろう？あの村人が言っていたことは嘘だったってこと？嘘ではないと思うんですけど、何だったんでしょうか。でもまあ、隠し通路は教えてもらえたし、まあいいか、そうですね。とにもかくにもドラゴンを止めないとね。この中入っていかないといけないのか。うわ、結構あんな。待って、ワールド8ちょっとしかステージないと思ったらめっちゃあるやん。はい、じゃあ次行きますよ。Welcome to Battle Gym Mr. MK。心ゆくまでレッツバトル頑張っていきましょう。ここ勝てばエメラルラが一つもらえるみたいですね。エメラルラでしか手に入らない装備があるかはちょっとわからないんですが、やべえ、ラウンド4もある。マジで結構長くなんじゃないか？赤の最高火力が90なんですよ。だったら、この辺の方がいいよね。まあ、じゃあさっき手に入れたこれでいくか。リング上げ下げいきましょう。足を曲げて床に座る。あ、これ床に座る系ね。で、両腕を上げる。これはなんだ？座りながら上げ下げすればいいだけ？真似して、はい、これグー、あ、そういうこと。はい、はい、で、はい、で、あ、そういうことね。あ、なるほど。あのね、きついかもしんない。これね、多分立ってた方が簡単なんだよ。座ってるとね、バランスが、ちょっとね、なんて言うんだろう。立ってた方が、こう、なんだろう。なんて言うんだろう。全然わかんないわ。語彙力がなさすぎる。立ってる方が、逃げが効くんだよね。でもこの座ってると本当に体で全部腕を支えるしかないから、きついわ。何言ってるかわかるかな？わかんないかもしれない。やった人にしか。で、はい、立ちましょう。焦らないで立ち上がろう。はい、で、ここ腹筋ガード。いや、しかも全然食らってねえじゃん。マジか。やられるかなと思ったんだけどね、220もあれば。はい、ここキープしていきましょう。オーケトベル。オーケトベル、体力多いんだわ。攻撃力はそうでもないと思うんですけど、ですよね。攻撃力は全然ないんですよ。そしたら、じゃあ使わないであろうアームツイストでいきましょう。足を肩幅に開いて、片手にリングコを持ち、両手を上げる。はい、で、これで、タン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 。いや、倒せるっしょ、さすがに。タン、タン。有利で効果抜群だしね。オッケー。なんとか、ラウンド4分の1クリアしました。次4分の2。2体ですね。チアバードいんぞ。待てよ、チアバード先倒しといた方がいい気がする。全体攻撃はないのか。全体攻撃で強いのがこれか。黄色と赤だからね。あー、でも倒せないよな、この辺じゃ絶対。じゃあちょっと、万歳スクワット。これ初めてやってみましょう。足を大きく開いて、両腕を上げる。万歳してスクワットするって話？そんなに難しくないんじゃない？キープして、キープして。きついわ。普通にきついわ、これ。シェルメットは倒せるか、ワンチャン。シェルメットはいけそう。チアバードは残るかな。はい、戻して。はい、キープして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 。はい、戻きっつ、これ。待って待って待って、めっちゃきつかったわ。舐めてた。てか、スクワット MK さん、ちょっと苦手なんだっていつも言うけど。はい、で、またこれ、キープして、キープして、スクワットって、だって普段しないじゃん、この動き。はい、で、キープして、キープして、戻して、まあ、でも、シェルメットだけでも倒せれば、結構でかいわ。はい、戻して、キープして、キープ。きつい、きつい、きつい。はい、戻して、あと6回。はい、戻して、キープして、戻。ペースアップもきついわ。ペースアップって言われてるけど、別にペース上げなくてもいいよね。疲れた。はい、キープして、キープして。まあ、すいませんね。全然ペースアップになってないけど、OK。なんとか半分。ノリに乗っている連続で行動だ。いけるぞ、これは。待て待て。疲れた。さっき110でいったから、155、こんなにいらないな。あ、でも、これでいいか。あ、どうしよう。こっちでいこう。上げ下げコンボ。足を肩幅に開いて、リングコンをまっすぐ前に向ける。1212112のやつですね。頑張りましょう。1212112。はい。121 1、2、1、1、これリングさんのこのタイミングでやんないとずれちゃうからベストが。はい、1、2、1、2、1、1、2、はい、1、2、1、あれ倒せるこれ。待って、倒せるよね、さすがに。1、2、1、2、1、1、倒せると思うけどな。1、2、1、あ、いきますね、いきますね。1、2、オッケー。なんとか倒した。きっつ。はい、次、ラウンド4分の3。1体だな。シェルメット、黒ですね。じゃあ最高火力ぶっ破しましょうか。リング上げ下げいきましょう。足を曲げて床に座る。両腕を上げる。2回目ですね。皆さんも頑張りますよ。はい、両腕を上げて。一緒にやってる人結構いるかな？どうだろう？はい、戻して、やって、戻して。どれぐらいの割合の人が一緒に運動してるのか、いまいち分かってないんですけど。はい。で、モードは倒せる倒せる。シェルメットってね、そんなに体力多くないんですよ。今までの感じ。なんかヘルメットかぶってるから、防御力高そうなんだけどね。実はそうでもなかったりするんですよ、こいつ。はい、蹴って、戻して、やって、オッケー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 。なんとか倒しました。そしたら次、4分の4、オッケー、ファイナルラウンド。4体かな。うわ、多くねえか。しかも、よがまったいる。よがまった先に倒した方がいいな、絶対。待てよ。ヨガマッタ倒そうか。そしたら、キッズ、ぐるぐるアーム、微妙だな。微妙だな。英雄さんのポーズ微妙だな。どうしようどうしよう。単体攻撃で一番威力が高い万歳ツイストを、ヨガマッタにやりましょう。はい、左足を一歩前にやって、両腕を上げる、ツイスト曲げるやつですね。いきますよ。はい、そしたら、左にひねって、ひねるやつだね。今日ちょっとボキャブラリーが MK さんないね。大丈夫 ?MK さん。しっかりしてください。はい、キープして、キープして、キープして、戻して。てか、運動しながら喋ってるから、よく、私我ながら喋れてるなと思ってはいるんですが、はい、キープして、キープして、残り半分、あ、これは倒せる。さすがに。こんなに火力高くなくてもよかったね。なんかアームツイストとかでも倒せた気がする。戻して OK。 めちゃくちゃオーバーだった。そしたら腹筋ガード2体ですね。チアバード以外が攻撃してくる感じか。チアバードはね、味方の防御力を上げるんですよ。ほんとやめてほしい。はい、ここキープして、キープして、キープして、キープして。チアバードやめて。チアバード。あれやめて。ほんと応援するのだけやめて。ね、休んでていいよ。喉の調子が悪い。素晴らしい。ずっと悪くて結構。そしたら、万歳スクワットが110。どうしようかな。英雄さんが125でしょ？英雄さんが一応一番火力高いんで、これで行きましょう。多分、緑シェルメットぐらいは倒せると思います。右足一本で立つ、左膝を引き上げる、両腕をまっすぐ上へ。このね、片足で立つっていうのが、なかなかきついんですけど。はい、ゆっくり前へ、足を後ろにやっていきますよ。はい、で、ゆっくり戻して、ゆっくりも、危ない危ない危ない。あとは、シェルメットは余裕だね。だけど、他は倒せなそうだな。はい、ゆっくり戻して、もう、すんごいフラフラしてる、さっきから。はい、で、ゆっくり前へ。はい、で、ゆっくり戻して、オッケー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 。はい、そしたら左右入れ替え。右膝を引き上げて、両腕をまっすぐ上。待て待て待て。バランスが取れない。はい、これ、ゆっくり前。バランスが取れなすぎる。待て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 。すんごいフラフラしてる。はい、これ、ゆっくり前、ゆっくり前にして、ゆっくり戻して、半分はいけるな。体力半分、いや、でも半分いけたところでなんだよな。はい、これ、ゆっくり戻して、OK。なんとか攻撃は終わりました。そしたら腹筋ガード。もう立て続けだからね。こっちのターンじゃない時もやんないといけないから。あ、でも、チアバードが攻撃してくれたから、絶対その方がいい。大ケトベルの防御力を上げられたら、それはマジで勘弁。よーし、行きましょう。次。ぐるぐるアームが90だけど、これじゃ多分倒せない。110微妙だな。125で根気入ったでしょ。110微妙だな。倒せない気がする。これだと。だから、ここは一体一体行きましょうか。リング上げ下げで、大ケトベル倒します。足を曲げて床に座る。両腕を上げる。これも今回3回目かな。はい、頑張っていきましょう。前か。はい、前、後ろ、前、後ろ、前、後ろ。体幹っていうのかな、体の軸がさ、立ってるとこう、なんとか足でバランス取れるんだけど、座ってると足でバランス取れないから、ちょっと、全部こう体に来るんだよね。はい、次。リンクを左回して、グリップを腹に当てるで、腹筋ガード。あと1体だぞ、いけるぞ。これファイナルラウンドだよね。これ勝てば、なんとかなると思う。頑張りましょう。はい、次。なんでもいいな。なんでもいいから、上げ下げコンボでいく？なんでもいいな。上げ下げコンボでいきましょう。足を肩幅に開いて、リングコをまっすぐ前に向ける。ただ、1、2、1、2、1、1、2ですね。いきますよ。はい。1、2、1、2、はい。1、1、2、はい。1、2、1、2、はい。1、1、2、はい。1、2、1、2、1、1、きついな。待って待って、もう汗だく、ほんとに。2、はい。1、2、1、2、1、1、頑張れ頑張れ。1、2、1、2、11、いや、これ倒せる、さすがに。12、12、OK。どうせだったら、112で締めさせてくれ。はい、フィニッシュ、ありがとうございます。で、お金84、もうちょっと欲しかったな、今の。お、ベスト率 100%、これは素晴らしい。ランク S ですね、ありがとうございます。レベル上がんじゃね？B ランク以上でボーナスゲットも達成しました。2791、ギリギリ上がらん。今上がるかなと思ったんだけどね。コングラチュレーションズ、ありがとうございます。エメラルラを一つゲットしました。あ、これがないと買えないウェアがあるって書いてるから、多分今後使うんだな、これも。上下ありますけど、どうしよっか。上はミニゲームで、下はステージ。下行きましょう、こういう時は。振動。振動ってこと？もうしんどいよ、私は。だいぶ前から。もうパート5ぐらいからしんどいよ、私は。じゃあ、振動頑張っていきましょう。走っていけばいいんだよね、水が緑。なんだこの水は、うわ、いきなり魔物かよ。さっき戦ったばっかりなんですけど。はい、こんにちは、誰ですか？木、オーケトベルたちが現れた。リング上げ下げで倒せんじゃねこれ。ちょっと連続になっちゃって申し訳ないですけど、リング上げ下げでいきましょう。足を曲げて床に座って両腕を上げる。いや、さすがにいけるっしょ、一体は。でもさっき倒せなかったんだっけ？待って、もう、やべえ、グッと出しちゃった。まだ早くね、早くね。さっきより早くなってね。そんなことないよ。はい。倒せる、倒せる。おい、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 はい、はい、はい、まだ、きつい、きつい、きつい。早くねえか。上げ下げの速度早くねえかって。はい、おい、倒せる、オッケー。きつ。マジか。こんなきついと思わなかった。はい、次、腹筋ガード。ここ、ハイリングコン左回し、グリップに腹を当てる。待って。上げ下げきついな。はい、で、次、これ、どうしよう。なんだっけ、ツイストなんだっけ、万歳ツイストか。万歳ツイストで倒せればいいんですけど、多分無理だな。でもやるしかねえ。万歳ツイスト。左足を一歩前にして両腕を上げる。手が、あれか、レックレイズ外さないで、万歳ツイスト外せばよかったのか。ちょっとミスったね、それ。はい、キープして、キープして、戻して、でも倒せる臭くない？はい、キープして、戻して、微妙だな。非常に微妙。皆さん予想してください。これ倒せると思いますか？私は倒せないと思う。ちょっときついな。はい、キープして、キープして、戻して、キープ、キープ、キープで、きつい、戻して、いけるか？微妙だな。はい、戻して、ペースアップで1、ペースアップの2、ペースアップの3、残り半分。絶妙に倒せないか？はい、今度は右足を一歩前にして、両腕を上げる。はい、じゃあ今度は右にひねっていきます。ぐーっとひねって、戻して、ちゃんとこう体ごとひねるのがコツですよ、皆さん。腕だけひねるんじゃなくて、腰をひねるんですよ、これは。腕を上げるときに腰が反らないように分かりました。もうね、腕を上に上げてるだけできつい、もう。一番最初の木箱のやつが結構来たわ、本当に。はい、で、戻して、いける？微妙だな。キープして、キープして、戻して、絶妙だな。いけると思いますか、これ皆さん。あと一発キープして、戻して、OK、倒した。マジか。絶対無理だと思った。はい、次。お金。次はねえわ。はい、これでレベルアップしました。レベル62。結構上がってるよ。お、技じゃない？トライセプス、攻撃力145、肘を固定し、リング君を上下に動かす。じゃあこれセットしますか。今一番強かったのが、待てよ。アームツイストが90で1体、ぐるぐるアームが90で5体か。じゃあアームツイストの代わりにトライセプス入れましょう。なんかトリケラトプスみたいだね。全然わかんないか。何言ってるかわかんないね。よし、行きましょう。走っていって、うわ、これじゃん。またこれきついんだよな。スクワットでしょ？またスクワットなんだよ。結局ね、道中の仕掛けがほとんどスクワットなんですよ。膝を深く曲げるほど高く飛べるんだけど、結局これ回数ゲーなんですよね。はい、で、またここ上に行って、はい、ぐーっとやって、これ1回じゃ絶対無理なんですよ。で、2回目、これ3回じゃね？はい、3回目でバネが下まで沈む。きつ、待って、このステージやったな、っていうか。一番最初にこのバネスクワットが出た時と一緒のステージじゃないのこれ。はい。で、ここ走って夜になってるだけっぽいですね。まあ、敵の配置とか、アイテムの配置は違うんでしょうけど。で、ここ、EXP メダルゲットしましょう。OK。そしたら、待って待って。もうね、このリングコを押すのもきついんだわ、今。はい、で、ここまたジャンプして、はい、連続で開いていきましょう。はい、おい、おい、あ、嘘でしょ。ラスト一発だったのに。はい、ここ走っていきましょう。海の色気持ち悪すぎない？緑。何の色それは。苔でも繁殖してるんでしょうか。そしたらまたスクワットだよ。はい、ごめんなさい。違う。はい、ここでジャンプして、いけるか、その一番上。はい、ここ、ジャンプして、上行きたいな。はい、ぐーっと行って、ジャンプして、待って、無理かな。ぐーっと行って、ジャンプして、オッケー。ゲッツ。はい、で、これジャンプ、オッケー。で、上の方に行きましょう。コインもゲット。で、魔物、1体いますね。まあ、1体だったらそんなに難しくないと思いますけど。息切れがやばい。はい、バランス。じゃあ、これ最高火力いきましょう。リング上げ下げ。足を曲げて床に座って両腕を上げる。今回はこれ押しでいきますよ。というか、これがダントツで威力高いんでね。はい。こういう、早いんだよね。1、2、1、2、1、1、2もそうだけどさ、上げ下げ系早くねえか。こう、倒せる？うわ、倒せねえ。マジか。これで一発で倒せないの？結構やばいな、この辺のやつらの体力。はい、こうやって、これ皆さん多分リングこんなくてもなんか持てばできるかな。ちょっとやってみ？これきついよ。はい、これ、上に行って、半分いったぐらいか。次の攻撃で倒せるか微妙ですね。はい、腹筋ガード。きつい。腹で押し込み続ける。はい、ぐーっとキープして相手の攻撃守っていきましょう。空気砲だな。空気砲をぶーっとキープして、OK。体力は余裕。体力はめっちゃあるんですよ。で、次に威力が高いのが、トライセプスじゃないな。あれトライセプスよりも上げ下げコンボの方があるんで、これでいきましょう。上げ下げ2回連続なんですが、はい、1、2、1、2、1、1、2ですね。2、1、2、1、1、2、はい、1、2、1、2、1、1、2、はい、倒せるか？うわぁ、倒せない気する。だってさっき225とかで、あれぐらいでしょ？半分ちょっとぐらいでしょ？ 155 じゃ無理か？ 1、2、1、2、1、1、微妙だな。1、2、1、2、1、1、2、体力多すぎだね。マジかこいつ。2、はい、1、2、1、2、1、1、2、あと4回。いけるかこれ。2、1、1、2、はい、1、2、無理！めちゃくちゃギリギリ無理。はい、腹筋ガード。はい、ここぐーっと押し込んでいきましょう。次は何でもいいな。アームツイストで、アームツイストねんだった。アームツイストの代わりにトリケラトプス入れたんで違いますね。そしたらどうしよう。最後、バンザイツイストいきましょう。左足を一歩前にして両腕を上げる。きついな。はい、で、ここぐーっとひねってキープして、戻して一発。もう、だったらやられてくれ、さっきの段階で。お金10だけ？結構強かったけどね、今の。なんで10コインしか持ってないんでしょうか。よーし、そしたら走っていきましょう。もういないじゃない、敵。なんか1ステージに敵は2体までにしといてほしいんですけど、でもまだまだあるな、これ。まだまだ多分ステージが長いんで、これある、まだ敵いると思う。はい、ここぐーっとキープして、はい、やって、キッズのもんの。はい、で、ここやって、はい、ぐーっとやって、ぐーっとやって、はい、ぐーっとやって、いけるか、あ、キッズ、ぐーっとやって、はい、じゃあ、長くね、1回休憩。はい、ここ、ぐーっとやって、いきますよ。ぐーっとやって、いけって、まあ、全然じゃん。はい、で、こういって、それ欲しい。オッケー。ぐーっとやって、ジャンピング、もう1回。全然じゃね。はい、で、ジャンプして、まだなの？ぐーっとジャンプして、まだなの？ぐーっとやって、ジャンプして、OK。もう、だいぶじゃん。敵いる？もういなくていいよ。コイン、どっちもは無理なんか、結局これ。レモンとバナナを入手しましたけど、うわ、ここで上引っ張りだったっけ？足を肩幅に開いて、両腕を上げる。もうきついんだけど。いきます。肘を少し曲げて僕を引っ張り続ける。待って、これマジできついよ。あ、やばい。リングさん。ごめん、落ちるわ。無理だ、これ無理だ。リングさん、早く。リングさん、もう1秒でも早く行こう。あ、やばい。待って、これ引っ張り続けるのが、えぐいよ。待って、そろそろ地面じゃないの。リングさん、よろしくお願いします。オッケー。なんとかつきました。腕パンパン。はい、ここスクワット、ジャンプで、なんとかゴール。最後かっこいいね。はい、ぐーっと下げて、伸ばして、はい、ビクトリー。きつかった、今の。マジか、おい。リングさん、勘弁してくれ、最後の引っ張り続けるやつ。5分37秒 22.99 キロカロリー 0.46km。ありがとうございます。719、レベルアップまではいかないか。まあ、こんなもんですよね。そしたらそこに宝箱があるんですけど、取っちゃいます？これ、次回撮ります？次回撮ろっか。じゃあ次回はこの左側の宝箱を取るところからやっていきたいと思います。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。